任界大戦も佳境に入った頃合いだな。そろそろ九尾を狩りに向かうとしよう。新たに作り出したこのペイン陸道を使ってな。どうした？どうやらおかげとマダラの戦いが始まったようだ。巨大なチャクラ同士が激突している。ついに始まったか。この戦いは今回の対戦の勝敗をも左右する。必ず勝利してもらわねば。刺客、こちらにも連絡が入ってきたぞ。渦巻ナルトの影分身隊が続々と戦場に到着しているとの報告だ。すでに海岸線の第一第二混合部隊、そして第二別動隊には合流を果たし、敵の殲滅にかかっている。そうか。任界全体が大きく動き始めていますね。ああ、結末に向けてな。ここまで来れば俺たちにできることはもう少ない。あと現地の仲間を信じるだけだ。頑張ってくれよ、みんな。いくら倒しても次から次に。この戦いいつまで。安心しろ、さくらちゃん、もう終わる。俺が来たからにはもう大丈夫だ。ナルト、お前なんでここに。決まってんだろ、一緒に戦うためだ。しかしこの戦争はナルト君を守るためのものです。それなのになぜ。俺一人生き残っても意味はねえ。やるならみんなと一緒にとことんやる、そう決めたんだ。ナルト、あんたこの戦場一気に決めてやる。みんな行こうぜ。オッセ。最終章、平和への道。この体ではこれが限界か。一匹は片付けた。残すはお前だけだ、ウチハマダラ。結局のところお前たちとの戦いは俺にとっては時期に等しい。かつての柱間との死闘に比べれば何も感じることのないただの小さな戦いだ。その小さな戦いが今のわしらにとって重要じゃぜ。この一戦に勝利すれば忍び連合の勝利は目の前です。俺を前にして勝利などはありえん。それは最後までやってみなければわからない。風影の言う通りだ。すべて貴様の思い通りに行くと思うな。図に乗るな。さっきも言ったが、俺は貴様らと遊んでやっているだけだ。シャリンガンとリンネがこの二つの力を使えば貴様らなど刹那の間に始末することができる。教えてやる。いかに抗おうと振り払うことのできぬ絶望があるということ。ウチハをなめるなよ。なめるなか。ではこちらも教えてやろう。ウチハマダラ、ここにいる私たちとあんたとでは決定的な違いがあるのは知っているか。それは力の差か、違う。それは経験の差か、それも違う。あたしたちとあんたと決定的に絶対的に異なるさ。それは影のみが背負う幾千幾万の人の意志だ。意志だと？影の域に立ったことのないあんたにはわからないだろうがな。あたしたちの背にはあたしたちを慕う仲間たちの思いがある。その思いがある限り
影は倒れることは許されん。いかに相手が強大であっても、いかに傷つき膝をつこうとも、最後に立っているのは我々でなくてはならんのだ。それが五影として立つ者の務め、それが我々五影の意志だ。うちはまだら、私たち五影をなめるなよ。五影、いかに貴様らが吠えようと俺には届かん。ここで無様に果てるがいい。まだお前は必ず潰す。我々五影の手でな。そういうことだ。綱手をフォローしつつ奴を叩く。行くぞ。はい、戦闘開始。わしらの力をもってすれば貴様を倒すなどたやすいことだ。今のうちだ。未来はお前のためではない。今のうちの俺たちのためにある。甘い。あなたの狼ちゃん、絶対に認めるわけにはいきません。なるほど、なかなかの力だ。ではこれはどうだ。北斗、樹海降誕。地面ごと。さあ、続きを始めるぞ。行きます。注意を。五影の意志とやらを俺に見せてみろ。何やった。奴らを叩くチャンスだ。お役に立てましたか。私の力ならば、あれをこじ開けられる。綱で姫か。確かにお前の力ならばいけるかもしれんが。恩義している暇はない。ここは私に任せろ。今はおかげさまを信じ、私たちは援護に回るべきかと。いいだろう、やってみせろ。